はい、ASJJF エジソン籠原会長に聞く ASJJF の最近の活動状況。はい、どうですか、エジソン籠原会長、 ASJJF の活動状況。まあ、日本は、まあ、先月もそのゴール、オモリゴールジムも大会やってるし、ネクサスゲームズやりましたね。ネクサスフェスティバルね。ネクサスフェスティバル、はい、で11月がネクサスゲームズ、で8月も、先月も九州の方にもやってる、で7月はその湖西、中部の方でやってる、湖西アメニティプラザドゥマウインターナショナルですね。そう、まあ、決まってる大会は全部やってるね、はい、今のところは一応コロナ禍の影響は、まあ、延期とか中止はないと。そうそう、日本ではね、まあその対策やりながら、もう会場とかいろいろ話しながら、その町とかそのあれのルール、守りながらまた開催という形でやってる形なんですね。その ASJJF の大会って、中部地区って言ったら普通名古屋なんだけど、ちょっと外れた湖西だったり静岡県の湖西市ですね。 あとは九州って言ったらやっぱ博多福岡みたいなんだけど、ちょっと外れた佐賀だったり、まあ、車で30分、やっぱそういうのもあって、その都心部だったりするとそういう風に会場が借りられたりなんだりっていうのはあったかもしれないけど、今回に限って言えばうまくそこは免れたってところですかね。はい、でこのね、10月の頭に ASJJF のアジアオープンが、まあ、ここでドーンと一発ありますね、まあ、これが近々に行われる大きい大会。あと11月にはジャパンカップもありますね。そう、湖西の方ですね、まあ、中部エリアですね。中部エリアで中部、まあ、東海とか、はい、で11月でその湖西アメニティプラザで、これも2日間にわたって行われますね。そうですね、やっぱりその密下げるために、まあ、ちょっと分けてやる形、その方が、まあ、大会自体はその人数、その1日の人数は少ないけど、まあ、その結構対策にもなるし、まあ、ゆっくりやれる形ですね。はい、でその次が、11月にその23が関西、関西がこれは、21が湖西ね、湖西で月曜日が普通の日、はい、で火曜日がその23日の祭日です、ね、あ、祝日の日に、はい、じゃあ大阪で大会をやると、はい、じゃあここは大丈夫そうですかね、会場的なことを言えば。まだ何も言ってないね。まだ一応は、でも多分ね、多分今の日本のあれで見ると9月10月がみんなもうワクチンが終わるところに来ると思うんですよね、大体ほとんどの国民、で11月はまあ普通はないけど、まあある程度はみんな戻れると思うんですよね。だんだんそこで日常生活に戻れるんではないかというような見込みですよね、そうそう、だから確実じゃないけど、まあまあ、そのぐらい、その方で生きてるんじゃないかなという形は見えるんですよね、まあ、じゃあ11月の終わりはじゃあ大会が結構連続してるってところですね。ラッシュになってるね。でその週だから、その次の週がオモリゴールドジムですね。あ、じゃあもう11月の終わりはもう3大会があるんですね、はい、ジャパンカップ、そして大阪、そしてネクサスと。じゃあもうそこの下旬はもう固め打ちみたいになってますね。12月はどんな大会があるんでしょうか。で九州ね、あ、また九州がある、その九州、はい、木山町とやってる大会、はい、佐賀県木山市ですね。そう、木山フェスタ、木山フェスタお祭り、お祭りと一緒にやる大会ですね。あ、もうじゃあ木山はそういう風にもうお祭りもできてるんですね。はいはい、じゃあ12月はじゃあそのお祭りがあると。そう、お祭りと大会ね、大会、お祭りと大会、まあ、連動した大会がある。外ではその祭りとかいろいろ見られるし、もう食べるものもあるし、まあ、いっぱいいろいろあるんだね、で体育館の中は充実大会ですね。いいですね。じゃあそういうふうに、大会の予定も結構もう普通にこなせそうな見込みですかね。そうだね、多分ね9月10月が一番あれなんですね、一番センシティブですね、レズゾーンですね。それ乗り越えれば多分まあ少しずつ良くなるんじゃない、分かんないけどね、どういう風で変わるか、まあね、まあ、みんな望みは良くなる形に、望んでるけどね。
はい、そういった形でね、2021年度もう下半期もうかなり、もう下半期っていうかもう後半に差し掛かってますね。もう9月も半ばになってるので、もう終わりなね、今年はほとんど。ということでね、ここからの10月11月12月のね、この、3ヶ月でアジアオープン、そして、ジャパンカップ、そしてその後の、関西ネクサス九州と大会が続いていくということで、エイソン会長も大変だというところですね。それがアジアの方ね。で、日本の意味は多分10月16、17もやるんだね、うん、SJJJF が、アジアオープンの2週間後に、全日本選手権やりますね。去年は全日本選手権を、やったのが、駒沢でやりました、はい、それが、今年は錦糸町でやると。だからちょっと去年とは去年全日本をやったところでアジアをやって、で、全日本選手権は錦糸町墨田区総合体育館でやるという形になってますね。で、まあ、日本連盟と、ASJF アジアスポーツ技術連盟、アジア連盟と日本連盟は、ね、連動して動いてますので、そこら辺の方もね、日本連盟とうまく連携していい大会をできればいいなと思っております。はい、ということで、ね、まずは近々の10月の、アジアオープン、じゃあもう一回告知の方お願いします。締め切りは来週23日になってますね。はい、9月の23日、はい、木曜日。大会の日にちはいつですか？10月2、3で、ね、2日目、2日と3日会場はどこですか？駒沢、はい、オリンピック体育館ですね。はい、こちらの方バチッとやりますのでね、ぜひぜひ、ご参加の方よろしくお願いします。まあ、今年は日本でやるから来年はどこでやるかわからないから、うん、まあ、とりあえず海外でやれれば海外でもやるし、うん、でみんなね、いろいろ盛り上がっていく形に頑張りましょうね。はい、そういうことで、アジアオープンよろしくお願いしますということです。はい、エイソン籠原会長ありがとうございました。ありがとうございました。